ゼコ空中無式無受創業式無限に真意無式し失敬失敬、節操は味噌汁、まともな僧侶ですよ。ナム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 。ああ、恩師来たか。盗み食いバレなかったみたい。よかった。だから、世相は本気で改心したいんだ。ああ、傷がまだ痛む。この前は悪かったよ。けど今回は本当なんだ。ふう、極楽極楽。さらに綺麗なお姉ちゃんが一人か二人、いや三人いれば。おっと、勘弁勘弁、ただの冗談だ。念珠が二つ、念珠が三つ、はあ、こんなに退屈なのに眠れない。ああ、節操、また修行をせぬまま一日過ごしてしまった。ああ、節操の罰当たり。でも楽しく過ごせたし、無駄ではなかったよね。え、嘘だろ、節操と。恥ずかしいとこを見せて。けどこんな節操でも受け入れてくれるなんて嬉しい。本当に嬉しいよ。嘘だろ、節操と。ごめんなさい、恥ずかしいとこを見せて。けどこんな節操でも受け入れてくれるなんて嬉しい。本当に嬉しいよ。ああ、いけない手だね。節操が本気で戒律を破っちゃったらどうなっても知らないよ。なあ、こうするとやっぱ恥ずかしい？え、全然？ならいいです。ちょ、どこ触ってんの？